この場所に閉じ込められてからどのくらい時間が経ったんだ。せいぜい一週間ってところか。はぁ、一生の不覚。今のところ危害は加えられてないし、あったかい食事や寝床も与えられてる。好待遇だけど、私を捕らえた連中の意図が分かんないから不安だな。どうもあのラビリンスとかいう連中は私に何か聞きたいことがあるみたいだけど、ペラペラ喋るのもちょっと迂闊すぎる気がする。連中が知りたいことを私から全部聞き出すまでは私の安全は保証されるはず。かといって全く何も喋らないと拷問とかされかねないし。今は連中お優しい素振りを見せてるけど、私を殴って気絶させて誘拐したんだ。危険な奴らだ。用済みになったら始末されちゃうかも。まだ私が連中にとって価値のある情報を隠しているというふうに装いつつ、ご機嫌をとって時間稼ぎをしているうちに脱出方法を探らないと。こういう駆け引き私は苦手なんだけど、ずっとそっち方面の七面倒くさいことは北斗に任せてたしな。北斗、会いたいな。あいつがいると安心するし、ま、今のあいつは私のことを忘れちゃってるんだけど、それでもあいつに会いたい。一人ぼっちはもう嫌だ。なんだ爆発音。何かの事故か、それとも誰かが襲撃してきたのか。まさか北斗が私を助けに来てくれたとか。いや、そんなわけがないか。あいつむしろ私を捕まえようとしてたし。覚えてろよ、あいつが全部思い出したら仕返ししてやる。とにかく一体何が。おい、何があったんだ。誰かいないのか。ここって洞窟かなんかだろ。こんなところで爆発とかシャレになんない。崩落して生き埋めになっちゃうぞ。あれ、返事がない。誰もいないのか。しずるとリノだっけ。ラビリンスのやつらいないのか。おーい。妙だな、私が逃げ出さないように見張りぐらいつけてるもんだと思ってたけど、誰もいないのか。あるいは襲撃者にやられちゃった。チャンス、逃げ出すなら今しかない。見張りがいないならこの鉄格子をどうにかすれば脱出できる。私の腕力じゃどうにもならないか。くそ、天狼破断剣さえ使えれば。誰だ、怖くないぞ。顔を見せろ、ラビリンスの連中か。え、お前は教授。あれ、反応が鈍い。ああ、こっちじゃ教授じゃないのかも。あっちの肩書きで呼んでも意味ないか。本名はなんだっけ。確かラジ。ラジラジ、それが私の名前ですか。ああ、お前もその様子だと全部忘れちゃってるのか。いや、お前って確かミネルヴァに操られて。うわあ、よくわからん。まあいいや、難しいことは後で考える。とりあえず助けて。ほら、この鉄格子を引っこ抜いて。私、悪い奴らに捕まってるんだ。頼むよ、お前はどうせ覚えてないだろうけど、エターナルソサイティではお前に協力していろいろ働いてやっただろ。
エターナルソサエティ。すみません、よくわかりません。私、どうも記憶が混乱しているようなのです。自分が何者なのかよく覚えていなくて、あなたのことはなんとなく覚えているんですけどね。確かノエムでしたか。ですよね。あ、お前、私のことをノエムって呼んだな。その名前を今じゃ誰も覚えてないのに。よかった。私怖かったんだ。本当に全部私の妄想なんじゃないかって。私おかしくなっちゃったんじゃないかって。でもお前は覚えてるんだな、ラジラジ。全部夢や妄想じゃなかったんだな。そうだろ。私ずっと不安だったんだ。よくわかりません。すみません。あなたはノエムですよね。少し髪が伸びましたか。記憶と一致しません。それにオクトは一緒じゃないのですか。いつも二人で行動していたのに、なんだかそんな気がします。やはり記憶が混乱していて曖昧なのですけど。私たちずっと一緒だったよ。お前とはほんの短い間しか関わってなかったけど仲間だった。みんなそれを忘れちゃってるけど。仲間、それならその頼みは聞いてあげるべきですね。私の中に他者の願いを叶えたいという衝動もありますし、これは一体何なのでしょう。願いを？お前の中にミネルヴァの残滓があるのかな。あいつは願いを叶えるシステムそのものだったし、難しいことは分かんないけど。あなたとはもっといろいろと話し合っておくべきだと判断します。私の自意識の補完と衝動のために鉄格子引っこ抜けばいいんですね。うん、頼む。なんだか変な感じだ。まさかお前に助けられるなんてな。でも嬉しい、すっごく。ありがとう、ラジラジ。オクトは全部忘れちゃってる。他の連中、ダイゴとかも所在が分かんない。私ずっと一人ぼっちで不安だったんだ。だからお前と再会できて本当に嬉しい。そうですか。よくわかりませんけど、あなたは笑顔の方が素敵ですよ、ノエム。ちょっと下がってください。肉体がギクシャクしていて加減が難しいのです。うん。たった二人っきりだけど、エターナルソサエティの復活だな。さあ反撃開始だ、嘘っぱちだらけのこの世界に。